まあこんな感じですよね。覆いかぶさるようになってるのをイメージして書けば、プラスこれに効果音とか。よろしくお願いします。毎度です。またディスコードアドバイスシリーズのために日野井さんが来てます。どうも、ありがとうございます。今回は、はい、アニメとか漫画でよくある強そうなキャラクターとか、うん、すごそうなキャラクターが後ろにいて、うん、他のキャラクターが手前にいるんだけど、うん、その手前にいるキャラクターがおかしく見えないためにアドバイスが欲しい人がいっぱいいます、うんうんうん、例えばこのシーンでこの後ろの天使がもっとすごく見えることにしたいんだけど、大きく描いちゃったらその手前にいる子供がちょっと見づらくなることは心配してる方と、こちらの人が漫画を描いて急に強そうな敵が現れてるんですけど、そういうシーンを描くときに何かアドバイスとかありますか？うん、ありがちなアングルですからね。ここら辺の絵みたいにまあ正面で描くアングルになりますけどね、もう2つとも同じようなアングルでそれぞれ違った見せ方になるんですけど、うんうん、じゃあ少し描いてもらえますか？はい、じゃあお願いします。はいはい、そうですね、まあじゃあ最初から、まあ、フレームをねいつも考えちゃうんですけど、うん、こういう時ってパンをして見せるんですよ。ああ、だからスタートフレームとラストフレームどうしようかなっていう。じゃあフレーム2枚を最初から考えるか、ね、そうですね。トラッキング パニングだね、うん、じゃあ最初は手前にいるキャラクター描きます、うん、じゃあこのシーンの場合はこの手前にいるキャラクターはその敵キャラクターっていうか後ろにいるキャラクターを向いている感じですね、うんうん。今のスタートフレームだとカメラは目と同じ高さに、そうですね、最初はねこのキャラを映しておいて、まだ奥のキャラには注意がいってないようなそういうスタートフレームになりますから、16対9の画角だからまあこれくらいなのかなって、うん、でもってでかそうな、もうノーマルの対比なんか無視してめちゃくちゃ大きくしちゃっていいんですよ。うん、ファイナルボスで来ました、うん、今描いている感じだと手前の頭の高さ描き方として敵キャラクターの後ろのキャラクターのおへそのそこら辺は意識しなくていいんですよ、うん、こういうのは。まあラストフレームはここら辺かな。スタートフレームが A とするとラストフレームが B で、で A から B にパンナップということになるんですけど、うん、実は立体感を出すために、うん、この手前のキャラはスタートフレーム、まあここら辺にしてラストフレームでここまでスライドさせるんですよ。すごいいいね、なるほど、これ基本、あ基本中の基本。まあ漫画じゃあね1枚で見せなきゃいけないからそこら辺は、ね、できないんでしょうけど、すごいコツ。普通にパンと書いてもみんなちゃんと、うん、大丈夫です、これをずらすことは。そうですね、でもした方がいいと分かってる、まあ、日本語でまあ、くっついてるのを密着って表現するんですよ。密着のスライドでよく表現されるんですけど、まあここがシートに書くとしたらここが1でここ、うん、ラストフレームが2とプラスこれに効果音とか足すとさらに臨場感がいいね、 SE ってやつですね。じゃあ結局別にこのキャラクターすごい煽りで描くっていうよりも普通に正面で描いてもいいんだ。そうですね、このキャラクターが下にいるから後ろのキャラクターがすごい煽りで描かなきゃいけない気持ちになるんだけど、うん、まあキャラに対してまあこんな感じですよね。覆いかぶさるようになってるのをイメージして描けば、でさらにスタートはピントをこの手前のキャラに合わせておいてパンナップする途中で奥の方に切り替えるんですよいいね、
そうするとね、あの注意がこっちからこっちに移りましたってわかるじゃないですか。ああ、そうですね。アニメーションだとこのキャラクターは1枚だけ描くよりもたまに3枚とか4枚とか原画入れて、なんかちゃんと顔が上に向いてる。別にそういうことする必要もないですよ。これくらいのパンの幅だし。ああ、なるほど。まあビビってるんだったらあのブレ2枚描いてブレさせとく。そうね。まあこの手の描き方としてはこれが基本ですね。うんうんうん。ありがとうございます。はいはい、元の絵はあの逆光になってるからそれもいいあの効果なんですよ。影この辺にいっぱい入れて。そうですね。で左の方の A に対して、うん、これはこれで同じようなアングルなんですけど違う描き方で同じようにあのすごーいっていう風に見せるんですけど、じゃあ逆光っていうよりも何か簡単なアドバイスありますか。もう一枚新しく描いてみましょうか。あ、どうぞ。お願いします。さっきと同じようにそうですね、今のキャラクター描いて、で今回はなんか子供は女神さんに合ってるようなシーンでしたね。最初から後ろのキャラクターの立ち方とかもうパースで言うとこれですよね。ああ、うん、ありそうなシーンだな。今パース線描いたけどこれあの外から光をねこういう風に足してもいいし、見せ方としてはこんなもんですよね。すごい、うん、ラフだけどこれで十分分かりやすいじゃないですか。分かりやすい。なるほど。そのパースついていることも距離がちゃんと感じるし、うん、ちゃんと手前のキャラクターが手前にいることが分かっているし、うん、比べると全然雰囲気が違いますね、うん、すごい。後ろに行ってパースがついているような感じとこれが結構 前に来そうな、もう攻められそうな立ち方で恐怖感じます。アニメーションができれば、まあ、ゲームとか作ってる時とかそのスライドの仕方もこういうところで使います。そうですね。まあこれに関して今回はもうピントはこれ最初からあのボケさせてて、もうこっちの、ね、ラストに持っていく、うんうん、まあ、それに合わせてまたスライド、なるほど、させれば最初からこれをメインにする、うん、うーん、まあ普通にこういうのを書いてるのが普段の私たちのお仕事なんでそうね。確かにそのハンマーを使ってるアドバイス動画もその時も角度で結構恐怖を感じることは、うん、そういう影響は ありますって言ってましたね、うん、上からの角度だと恐怖感じますね。まあどっちも手前の人間が劣勢。素晴らしい、ありがとうございます。いいアドバイス、はい、この2人本人たちは十分目指してるイメージが分かってるんだけど、うん、そうですね、イメージができているけどうまく描けるように、うん、何かワンポイントアドバイスありますか。いやもうお手本の漫画ね、完成品があるからそういうのを見て、あ、こういう表現の時はこういう小回りでこういうアングルで描いてるんだっていうのが分かるから、それを考えながら見ると。なるほど。じゃあこれは基本の体の描き方っていうよりもいろんなアニメと漫画のシーンを参考にして、うん、そうですね。ただね、そんなことばっかり考えてるとアニメとか漫画が楽しく見えなくなってくるよ。あーそれは嫌だなということは何ですか。お仕事にしないでください的な、うん、趣味趣味仕事になんかするもんじゃねえやじゃあひろしさんありがとうございます、はい、どうも。ディスコードのグループのリンクは概要欄に貼ってありますのでぜひ入ってみてください。あとはチャンネル登録お願いします。じゃあバイバイ。お達者で、ね。